Coming up next up. 今日またすごいもの。ロマンの塊のようなアイテムが発売されますので、ぜひぜひシェアさせていただきたいと思います。そのアイテムをですね、ちょっとお見せする前に、私がね以前動画でご紹介した至高の宝物、こちらですね。まずもう一度見ていただきましょう。こちらです。ルマン。私たちね、ラジコン世代の人間にとって、まあこのルマンモーターといったら、それはそれは憧れのモーターの一つでした。まあね、所有していたという方もね、多くいらっしゃるでしょうし、私自身もね、初めて手に入れたチューンドモーターは何だったかな、さすがに覚えてないな、 AYK だったかな。それもね、多分中古で手に入れたと思うんですよね。で、まあ、チューンドモーターっていうのもね、すごいたくさんありました。それこそ当時にはもう理解不能というか、なんか本当に存在するのかなぐらい思っていたのが、そのトリニティとかリーディとかのね、あの2万円ぐらいするモーターだったんですけど、まあそんなものはなんか、なんだろう、なんか別次元の存在のようにね、感じまして、私たちが実際ね、手に入れれる憧れの最上級といえば、やはり、ね、こちらのルマンモーター、ね、赤の240。S だったかな、あと 480T グリーンのやつね。グリーンのやつをね、持ってる人が多かったんじゃないかなと思うんですけど、あと私、確か中学生の時にターボスコーピオンをね、一度買ってるんですけど、それに、最初ね、ルマンがついてましたね。ね、こちらの 480S は、ご視聴者様ですね、確か、広島の方か、岡山の方、ちょっと もう忘れちゃったんですけど、ほんと失礼なんですけどね、頂戴した私の宝物としてですね、いつもここに飾っております。そうです、今日ご紹介するモーター、こちらルマンのリスペクト、そしてオマージュ商品となります。まあ私たちの世代の人間にとって、もうこれはとね、まあ、使わないまでも欲しいと、まあ、そう思わせてくれるすごいモーターが出ました。それではね、ご紹介したいと思います。皆さんこんにちは、レディオガガの高橋です。今日もよろしくお願いいたします。それではそのモーターお見せいたします。しかと驚いてください。それではお見せいたします。ででいや、マジですごいよ。お見せします。こっちで見せようかな、こっちでお見せします。はい、はい、それではお見せいたしましょう。ローマンズ。やってくれたわ、マジで。いや、こう来たか。いや、この発想はね、まあ、確かに出てみたらね、まあ、なるほどといったもんですけど、いや、これはもうやられたとしか言いようがないですね。そうです。こちら。こちらのデザイン見てわかるでしょうか。そうです、あの健やかチューンでおなじみのパインビーチレースウェイさんですね。出ました、ロマンズ。
380Sということで、そうです、こちら、はいロマンいや、もう何回見てもすごいわ。ここに書いてあります。ちょっとこれね、見えるようにね、はい、こちらですね。そうです、ちょっと読んでみましょう。いつまでもロマン心を忘れない、レーシングモーターロマン380S 誕生です。そうですね、これちょっとね、オリジナルと比べてみましょうかね。はい、それではね、そうですこちらです。ちゃんとですね、当時のパッケージもしてます。もうこれのすごいところはこのパッケージですよね。結局、まあ、これはね、もちろんモーターなんで使って遊ぶものなんですけども、それ以上の価値をこのパッケージングで見出してくれてますね。で、まあこれちょっと後でご紹介しますけど、めちゃめちゃ細かいまたシャレが効いて面白いんですよね。ちゃんとテクニカルデータなんかもね、もちろんリスペクトオマージュしたものとなっております。そしてこのモーターですね、なんとなんとですよね、あのスコーピオン、名車スコーピオンの生みの親です。あの小川明さん公認のモーターとなっております。いや、これはね、あれ、あの時代を知る私たち、もう話はね、すでによもや40年前の話になっておりますね。まあ私たちね、まあ、世間とはおっさんおじさん加齢臭とねまあ言われていてもね、私たちの特権があります。それは過去を忍んで懐かしいと思う心ね、あの時の気持ちを思い出してね、このほんわかするこの気持ち、これだけはね、私たちおじさんの特権となっておりますでは、ね、ちょっとね、まあこのパッケージご紹介する前にね、このモーター本体をお見せしていきたいと思います。それでは開けていきましょう。これちょっとね、箱は傷つくの嫌だからね、いつも思うわこれちょっと取るのがな、オッケー、はい、それでは開けていきます。はい、もちろん定評のですね、このスクワカチューンモーターですからこれスクワカチューンではないのか、これロマン380だキラー、もちろん当時のあのルマンを再現したデザイン、ちゃんとこのパッケージもね、高級感で黒くあしられてます。白じゃないですよ、細かいですよね。おおはい、いかがですか、ロマンズこれを見てときめかない人間いる私はいないと思うよ、これね。いや、すごすぎるわ。ねえ、ね、こうやってアイデアだけじゃなくて、ここまでその製品化に対してね、これはやはり、ね、ルマンモーターに思いがないとできないものですよ。ね、すごい。そして、ね、今回この付属するピニオンですね、こちら、なんと48ピッチとなっています。そう、そうなんです。これは、復刻された、あの、スコーピオン、ターボスコーピオン、ビートル、そしてトマホーク、あの、スコーピオン系列のマシンに合わせたピニオンがついてきています。で、このサイズもかなりこだわって、テストにテストを重ねて、最高のロマンを味わえる、パワーフィーリングになるように、かなり入念に設定したそうです。で、まあ、こちらをね、実際装着するのには他のアイテムも必要なんですけど、それはまた後で、ちょっとね、ご紹介したいと思いますね。まずはこのね、
ラベルをちょっとね、これどうだろう、実際手に入れた人に見ていただいた方がいいのかな。ちょっとね、一箇所だけちょっとね、シャレの効いた面白いところね、ご紹介したいと思うんですけど、これね、いや、ちょっとうまく映るかな、映るといいんですけど、ね、ここに書いてあります。楽しみ方は無限大。ロマンに溺れ、うん、ロマンに浸れ、迷うなかれ。行くがいい、ロマンの彼方へと。ね、もうロマンだけの塊となってます。こちらにね、テンション指数というものがありますね。ちょっと ねこれがね、グレードなのかな。これがね、はい、左からレベルがね、1,2,3,4 とあるんですけど、ね、軒並み高いレベルとなってますね。まず一番上、ジマンです。ジマン指数3となってますね。そしてその次、ロマン、ね、ロマンです。こちらもそのマックスのレベル4。そして円満、円満、こちらレベル3となります。これ円満というのはおそらくね、まあ価格帯がね、まあ、お安く買えるとね、まあ言うたらなんですけど、これ、まあ、ちょっとね、まあ最近のね、物価高騰に合わせてお値段がちょっと上がっちゃった。あと、パッケージがちょっと凝りすぎて、ね、まあ、それにしてはね、俺ね、控えめとなる、約、税込みで約2500円ぐらいのね、俺なんとなります。まあ、これは財布にもお優しい。ね、これによって円満になるとは、いうことじゃないかなと推測します。そして、最後、これが大事ですね。自己満。自己満足指数。レベルですね。これはもちろん、まあ、のレベル4となってます。いやー、もうシャレが効いて素晴らしいですね。やはりこのパインビーチさん、やっぱすごい。ね、じゃあこちらのね、はい、ロマンモーターを実際ですね、スコーピオンにね、取り付けるといったもので、ちょっと取り付け例としてちょっとね、実写をお借りしちゃってます。こちらがね、実際取り付けたものということになるんですけど、これね、ターボスコーピオンですよ。これね、ロスマンズカラーにしてありますね。いや、もう私ね、このシリーズね、スコーピオン、ターボスコーピオン、トマホーク、ビートルですか。私ね、あ、まあ、ちょっと話してごめんなさい、それちゃいますけど、私ね、なんとトマホークとターボスコーピオン持ってました。いやー、一番何が覚えられるかな、やっぱトマホークかな、いや、ターボスコーピオンかな。もうね、ちょっとね、選べない。この2つはね、トップオブトップ、ありとあらゆるね、ラジコンカーですね。私のその過去の思い出の中で、まあ、やっぱ思い入れあるマシン本当多くて選ぶの難しいんですけど、まあ一番こうね、やっぱこう見ただけでキュキュキュと下半身がね、うずいちゃうのはね、やっぱね、まあホリデーバギーかな、あの当時のホリデーバギーですね。やっぱあれが一番キュンキュン来ちゃうんですけど、まあそれに勝るとも恐らないぐらい、劣らないぐらい、こちらターボスコーピオン、そしてトマホークにはね、思い入れがあります。私もね、未だに買おうかね、迷ってます。この買おうかどうか、こうじわじわじりじりね、こう迷ってる時はやっぱ楽しいってのはあるんでね、まあ生産終了ってわけじゃないですからね、まあまあまあ、いつかはね、手に入れようかなと、ね。今はその時じゃないかな、みたいなね。まあまあ、でも、突然ね、思い立って買っちゃう時もね、あると思うんですけど。ではちょっとね、これね、ラベルが、旧型らしくて、ちょっと、あ、確かに言われてみるとそうですね。ちょっと、実際製品版の方が洗練されてる感じですね。ちょっとね、雰囲気としてお見せしたいんですけど。このようにね、ついております。で、実際この開発にあたってはですね、まあこれシャレを聞かせてやりたかったっていうのはね、私はね、一番大きいんじゃないかなとまあ思いついた時、多分来たと思ったと思うんですけど、で、まあそれよりもやはりね、実際、まあ当然ね、皆さんもうイオンさんですから、こうヴィンテージマシンね、トマホークとかターボスコーピオンなんて、まあ扱いたいじゃないですか。こう使った時にね、ブラシレスモーターつけてみたり、ゴーヨーモーターつけたりするんですけど、まあやっぱりちょっと、まあ、設計の古さであったりとか、なんかやはりこう、あの当時のね、興奮とワクワクを楽しむのに、まあ今時の
ぱモーターってパワーある。あとリポバッテリー使うってことなおさらですよね。まあ、そんな時に試しにね、あのスクワカチューンをちょっとつけてみたいっていうんで、わざわざモーターマウント試作してですねでつけてリポバッテリーで走ってみたら、まあこれが最高だったと。でそのパインビーチの仲間うちでもね、まあこれだっていうお話に、ね、なったみたいで、それで、まあ、製品化に至ったと。まあ実際製品化するにあたってはね、まあ言ってしまうとここまでのことをやっちゃってるんで、まあ果たして大丈夫かなということでね、まあ多方面に聞いたりこうお話ししたりしたそうですね。まあそしたら、まあこれはね、まあ、やはりリスペクトありきだと。ね、リスペクト、強いリスペクトありきのこうオマージュ商品ってことになるので、まあこれはねやはりシャレとしてね、まあ皆さん全然受け入れるんじゃないかということで、まあ実際ね小川さん等にもですね連絡を取って、まあ大丈夫ということでこう製品化に至ったということですね。ねえ、すごいよね。これはやはり強い思いがないと出てこないもんですよね。で実際でこれつけるにあたってね、やはりそのピニオンの問題と、あとモーターマウントの問題というのがあったそうで、それが、これ同時発売ということになるのかな。これちょっとご紹介しますね。こちらですね。はい。これね、めちゃめちゃこう削り出してるんですね。すごい。すごい、これ高級感ありますよ。これでかなり満足度の高い質感。作りとなってます。プロダクトネーム、380モーターマウント4強小スコーピオンとなっておりますね。こちらを一緒に購入していただくと、この強小系のね、スコーピオン系のマシンに搭載できるといったものですね。はい、こちらにね、これ購入していただくと、こちらにですね、ちゃんとロマンモーターのこの380のねこれがついてきます。でね、こちらだけではありません、今回ねこのスコーピオン系に使えるさらなるオリジナルパインビーチさんのオリジナルアイテムということで、まあ、この380モーターね、そこそこ熱持ちますね。でこちらにちょっとねあると思うんですけど、こうやってファンマウントもね発売しております。これつけていただくとモーターのね放熱性という、まあ、ファンつけるとねこうまあ実際効果も相当高いと思うんですけど、まあギミック的にもね、このつけるとこう、まあ男心くすぐるっていうかね、そういったアイテムと、あとフロントのショックステイ。こちらね、標準よりも剛性高く、さらにワイドになるものですね。こちらを販売されてるみたいですね。これをつけることによって、ちょっとワイドになって、まあ走行安定性も良くなると。あと、このボディのね、取り外しも簡単になるっていうことを聞いておりますね。まあこれも、やはりスコーピオン愛あっての商品となるのでね、こちらも一緒にご紹介をさせていただきました。はい、そんなわけですね、こちらのロマンモーター、こちらはですね3月31日の午後9時からですね、21時からですね、パインビーチレースウェイさんの販売サイト、そしてなんとレディオカガのウェブショップにてですね、同時発売となっております。これね、初回どのくらい作ったんだろうな。いやこれね、ちょっと電話だ、どうしようちょっと電話出ますご提言ありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼いたします。数がねちょっとどのくらい出るか読めないんですけど、まあまあそこそこ、これはねまあその柱台までもね欲しいという方かなり多いと予想されますのでね、まあできればその第一ロット手に入れるためにはですね、まあ、早い段階でちょっと入手された方がいいのかなと。まあちょっと実際蓋開けてみないと分かんないですけどね私はこれ、こんなインパクトのある商品は僕は最近ちょっとなかなか記憶がないんでね。はい、それじゃあね、40年前の少年の皆さんぜひねこちらロマンモーターをね手に入れていただいて、私たちと一緒にあの時のね思いを馳せてみませんかそしてね、私のチャンネル登録の方もねぜひよろしくお願いいたします。非常に励みになります。またレディオカガですね、ウェブショップもやってございます。先ほど申した通り、こちらのロマンモーター3月31日、午後9時ですね、21時より、
リディオガオネットショップ、そしてパインビーチレースウェイさんのウェブショップの方でね、販売開始となります。皆さんぜひこちら手に入れてください。あと宣伝になりますけどね、レディオガオ LINE お友達募集しております。最新商品のね、入荷状況であったりとか、ご予約状況、ご予約なんかをですね、いち早くご案内したいとかですね、あとうちの桜井のですね、つまらない日記なんかをね定期配信しておりますので、よろしければね、お友達になっていただけると嬉しく思います。あと SNS ですね、 X、インスタ、Facebook やっておりますので、そちらもフォローしていただけますと非常に嬉しく思います。それではまた次の展開はあるのかな、これあるんじゃないかわかんないけどね、たくさん売れればね、またいろんな展開があるんじゃないかなと勝手に思っております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。